はい、どうもー、いつものようです。お願いしまーす。では、一緒に頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーでーす。ハンタです。お願いしまーす。お願いします。はい。来ましたね。はい。心霊動画でございます。心霊動画？心霊動画なのこれ。なんか起きる。心霊系の動画です。うん、ああ。はい。ということで、うん。なんかここ最近、はい、ちょっとネットで話題になったやつなんですけども、うん、なんか今日の11時41分ぐらいかな、うんうんうん、そこからなんかサイトが開いてるそうなんで、なんか最近ツイッターで結構話題になってたアカウントで、はい、公式マークがついてるから何なんだろうみたいになってたんですけど、ね、まあどうやらこれ世にも奇妙な物語の公式アカウントだったのが、はい、西野っていう西野なんかこう、この間のピエンみたいなさ、あ、ほんとそうだね、顔の文字のやつにこう乗っ取られて乗っ取られてて、まあ、概要欄じゃないけども、はいはいはい、ツイッターのその説明文みたいなところに、うん、世にも奇妙な物語アカウント乗っ取り中、みんな友達と友達の友達になりたいな、あーみたいな、ちょっとこう、怖いね感じのね、ツイートしてるアカウントがあるんですけども、結構ツイートを乗っ取ってからしてんだよね。そう、数日前からね、うん、あの乗っ取りましたみたいな、はい、あ、なんかみんな返答してくださいみたいな感じですごいやってるわけなんですけども、だどうやらあるサイトに、うん、今日から入れるそうなん で、ちょっと今日それを見ようかなと、はい、おライブミート、あ、次の会議はとかあんのか、あ、もうあと1分後だ、え、ちょっとなんか今っぽいね、え、ズームなの、ズームじゃないけど、その僕の名前いいですか、はい、ライブミートっていうカンタ&トミー2食2人ね、珍しいだろうね、2人で2人で来たえ、行きますよ。参加メンバーはランダムでマッチングします。うん、こんなことに迷惑にならないようにご注意ください。じゃあ行きます。はい、会議に参加する、お、参加方法を選択してください。お、ビデオと音声をオンにして参加、ビデオと音声をオンにして参加、ビデオと音声、全部同じ全部同じだ、三段落ちでもなかったぞ、うん、じゃあはい押します。あ、本当にちゃんと普通に繋がるんだ、すごいね、はい、すごい、5分待たされる、待つんだ、でもすごいわ。開始時にこのページ開いてないと次の回にスキップされてしまう。あ、待ちだ。すごい。え、なに？本当に誰かと繋がんの？え、どうなんだろうね。このためにこのなんか配信アプリみたいなのができたってこと？どっち？え、なに？これちょっと新しいよ。すごいね。でもこの5分待たせるってどういうことなんだろうね。なんなんだろうな。普通に映像出てくるのか、それとも本当に誰かと繋がるのか。いや、2分ぐらいに。急激な眠気にしてちょっとレッドブル乗ってくるか。いや、お前始まっちゃったら俺泣くぞ。ちょっとレッドブル乗ってくる。マジでやめろよ。レッドブル乗ってくる。走って戦いよ。レッドブル乗ってくる。足引きすんな。すげえ。ちょっと最先端というか、この期間に作ってるんだ。うわ、びっくりした。あ、もう最悪。なんで？もう今一番悪いわ、お前。俺データ保存したりして仕事してんのに。もっとまだ間に合ってんじゃん。いや、する必要ないじゃん。そのしかも、あの、脅かしてないですみたいな感じも入ってきただけだ。いや、まだは、ああがいいわ、うん、え、なにうるさみたいな、たまにやる、それやだわなんで静かに。いや、違うでしょお、あと1分です。でも、ツイッターの感じからしてまだみんな知らないんじゃないかな。あ、本当に。うん、え、何が待ってんだろう。何が、あ、もう10、うん、来たよ。いや、もうわーじゃん絶対そんなすぐそんなすぐ落ちる1、お、参加者が8人揃うまでしばらくお待ちください。8、来た。お、え、お、どっち、え、何、え、待って待って、すいません、この人とこの人足したらエミリーみたい。おい、やめろ。西野会議へようこそ。おお、今日はお友達になりたいんだから、みんなと楽しいゲームをしていくよ。え、
まずはロシアンルーレット。ロシアンルーレット俺らだけ行かしてやるか。あ、しよう、だか。わ、すげえ。誰にしようかな、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 どうする一発芸やらされるかも。誰にしようかな、誰にしようかな。うわ、何、はい、君に決定。お、あ、君の住所は、あ、そっか、なるほど、そっか。あ、ここかな、合ってた、合ってるよね、ねえ、ねえ、遊びに行ってもいいかな。え、怖ない。え、どういうこと。冗談だよ、びっくりいたしましたね。おー、怖。続きまして、催眠術のコーナー。こいつ、そう、大丈夫、なんだ、肩の力を抜いて、こいつもね、怪しい、怪しい。そのまま画面を見つめて、絶対に瞬きしちゃダメだからな。西野大好き、西野大好き、西野大好き、怖い怖い。おい、肩切りする。やったー、あー、わははははは。え、かかったの。何もかなかった。え、なに、この子もう怖がっちゃった。怖がってる、逃げて。どこに。また後でね。おぉ、はるな、終わった。怖がってる、はるな、はるな。あ、帰った、帰った、西野退出しました。なってない？もしもし。いや、いや、内山ルリコ。ちょっと終わりなんですね。え？すいません、なんかバグってますね。だからやっぱおかしかったのこれ。確かにさ、あ、おかしいんだったやつは。よく見てたね。うん、俺次この人おかしいと思う。うん、この、あ、俺の高校の時の友達の田村、あれ、に似てる人。似てる人言うな。分からんけど。あ、待って、さっき、えぇ、さっきこの人、あれだよ、家行くって言われた人だよ。本当だ、春菜。え、ちょっと、あ、うるさいんですけど、あ、ちょっとや、やられた。何？何が起こってないの？あ、あ、メッセージ。死ぬ死ぬ死ぬ。あ、大丈夫？すごい、ちゃんと映るように持ってて。もうやめろ。マジで集中しろ。どうしたんですか？大丈夫？あれー。ん？上のやつやばくね？あ、すごい。見た？うん。首つってた。いや、この人。本当だ。いや、怖い怖い。縦列やられて横列。あ、おー。え、マジ怖じゃん。え、この人はどうしたの？結構。でもまだここはね、あれだもんね。生きてたよね、さっきね。あ、ニシンの、ニシンの。ここはそんなの。え、その人まで？いや、あの人そうだったんだ。でもね、顔表情変だったよ。あ、待って、俺らもなんじゃない？表情変だったよ。ね、ずっと変な人だったよね。俺らでしょ。でもやっぱ怖かったよ、短いもん。怖かったよ。リモート会議からこういう怖い作品がその交換性を生むものになったからね、はい、確かに怖かったです。でも怖かった。ただまあトミーの方が怖かったけどな。トミー、びっくりした。あー、もう最悪。
確かに一人の家で家の中全部電気してみたらめっちゃ怖い。いや俺無理絶対。でも多分そうやって俺らの動画見てる人いるからね。結構怖かったと思うよ。でもちょっと面白かったです、ね、面白かったですね。新しい切り口で、うん、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということで以上今日のミスさんでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日ありがとうございました。